になったんじゃないですかね。でね、一応こちらからもですね、ちょっと紹介しますけども、うん、ラジオネイル、ラジオネイル、ラジオネイル、ね。どういうことかな、ネイルにラジオのなんかネイルをつけてるのかな。どういうこと、音が出るのかな、ネイルから。ラジオネイル。チューニングかな、チューニングアーチついてるのかな。ラジオネイルね。書く、うん、あれが書いてあるのかな、954とか、1242。長いな、そっちも。長いよ。読みたいんだから、こっち早く。ゴルベーザ・ユミチャス。ゴルベーザ・ユミチャスさんね。小木さん、八木さん、こんばんは。突然ですが、日付変わって、今日は8月7日です。うん。八木さん、何の日か分かってますよね。うん。これ何の日か分かりますか？うん。あ、分かる？いや、今、8月7日って言われて、花もげだって思って。花もげだってことは？俺がバイビル事故って。そう！正解！うん、花もげだな。花もげそうなったんだっけ？あの時って。そう。なんだっけ？花もげだって。だからね、それで覚えてんだよね。花もげそうになって、もげなかったけどね。バイビルでバーって全部、花のところまで吸っちゃったけど。で、それが8月7日。うん。そうです。何年前？ 2 年前か。2年前。そうです。忘れもしない2年前。うん。2013年8月7日、矢作さんがバイク事故を起こした日。ああ。あの日は電車に乗りながらヤフーニュースを見て不安と心配だったのを覚えてます。あれから2年。矢作さんは週刊誌の袋閉じになったりと、元気に活動してくれて嬉しい限りです。これからもお体に気をつけて頑張ってください。ところでバイクの話は最近聞きませんが、うん、愛車のハーレーちゃんはどうしましたか？あるよ。ね、2台持ってっから今も。だって、あるし、さらに1台買ったもんね、その後ね。うん、事故起こしてんのに。そう、うん。ちょっと暑すぎてね、今乗ってないけど。まあ今乗れないな、確かに。でも先々週ぐらいバイクで来なかった俺。2、3週間前来たよ。来てた？うん、バイクで来た。でもさ、8月7日ってことは、ほんと真夏の時に乗ってたんだね。2年前ってそんな暑くねえのかも。いや、でも暑かった。暑いですよね。あ、でもこんなに。でもすごくない？ 8 月7日なんて、こんな暑い時にさ、バイク乗ろうなんて普通思わないじゃん。メットして、ね。メットでさ。うん。すっげえ。あれ、水曜日だったの？そうだね。うん。あの収録、日テレで収録した後。天才カンパニー終わりに。そうだ。ちょうど3時とかに終わるから。で、あれ晴れてたわけじゃん。晴れてて気持ちいいから行くってでしょ？そう。で、この普通暑さだったらさ、晴れてたら気持ちいいっていう発想ならないじゃん、晴れてたら。でも、バイク買ったばっかじゃん。だテンション上がっちゃってんのかも。嬉しかった。テンション上がっちゃって、夏だし海行こうと。湘南の方に、ね。そう。結局海はたどり着かず。うん。今も行ってないよ。バイクでまだ海。まだ行ってない。行けない。だって高速道路乗れないもん、怖くて。そっか、でもその、なんだっけ、区でしか、区内しか走れないんだっけ、もう。自分が住んでる区の。隣の区まで行ける。あ、行けるようになったんだ、それは。隣の区だけ。うん。そうなんだ。そうだよ、そうだよな。海行けないんじゃやだね。バイクの、ちょっとしたその醍醐味じゃない、海って。そうね。ね。そういうのも行けないで。だから、軽トラ買って、後ろに積んで、なるほど。バイク、海まで行って、で、海でバイク下ろして乗るからね。スピード落としながらゆっくりね。うん。うん、それもあんのか。いいよ。いいじゃないの。8月7日覚えてたね。覚えてた。早いですね。早いね。でもその時から、あれなんだ、聞いてくれて、まだ聞いてくれてんだ。うん、2年も、うん。普通2年って言うと人は変わるよ。そう。うん、そうなのよ。ありがたいね、2年も聞いてくれてて。うん。いいじゃない。いいことですよ。で、メール？メール。メール何、うん、これ募集した方がいいか。しましょうか。今日ほら、はい、初めて聞いてくれてる人も多いんじゃないかっていう。まあ、夏休みプラス、裏のライオンがいないと。うん。いうことで、じゃあ、たまにはおぎやぎのラジオでも聞いてみようかなんていう。初めて聞いてみようかなんていう人もいるだろうから。はい、うん。今日のメールテーマ、前もやったんだけどさ。はい。メガネビーキはこんな番組だっていう。今日初めて聞く人のためにさ。はい。いつも聞いてくれてるリスナーが、うちの番組を説明してほしいわけ。なんだろ、聞いたことない人たちに。そう。宣伝してくれる感じね。うん、メガネビー聞く際の注意点とか、解説をちょっと送ってきてください。はいはい。はい。ファックス番号、東京 03-5562-9540、うん。メールアドレス、メガネアットマーク tbs.co.jp、すべて小文字で送ってください。木曜ジャンク、おぎやはぎのメガネビーキ。
さあ、メールが、来てます。ラジオネーム、うん、中村夏子と、うん、はい。23歳 AV 監督、うん。会社で仕事中ですが、ラジオをつけたら女性向け AV の話をしててクスッとしました、うん。女性向けエロラジオ、ぜひぜひやってくださいませ。うん、社員一同、心より楽しみにしております。女性向け AV 監督聞いてたよ。聞いてんだ。ああ。今会社で。ああ。聞いてんのね。こんな時間まで仕事なんだ。ね、任せてください。うちのね、うん、リスナーがね、ちゃんと、うん、女性心をくすぐるね、はい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 、すごいエロい内容を送ってきますから。いらっしゃうんだからもう。ラジオネーム、アナルフィ、女27歳。昔、うん、アダルトグッズを買うのが恥ずかしくて、うん、100均で買った紙粘土で自作チンコを作ってしまった。と投稿したものです。おうおうおう次回のスペシャルウィーク、うん、とても楽しみです。うん、ぜひ、キモメンリスナーさんから濡れさせてもらいたいです。あ、いいだろ。おー、頑張れるよ、これ、キモメン。キモメンキモメンリスナーって言われてね。キモメンだ。もう散々だな。クソメンクソメンって言ったけども、キモメンリスナーって言われて。終わりだよ、もう。キモメンくはない。キモくはない。キモくないんだよ。でも、これで濡らしたらもう勝ちだからね。そうよ。マイナスから入ってっから、うん、マジいいよ、うん。うちのリスナーは。そうよ。うん。ラジオネーム、ひろよし、ひろよん51歳。うん、小木さん、八木さん、こんばんは、うん。以前メールを読まれまして、ジャンクからプレゼントでステッカーをいただきました。貼、う、る、ん、場所がなかったので、目黒にある行きつけのライブハウスのトイレに貼りました。そんなとこにあっちゃったの、そのライブハウスは主にヘビーメタルをやる場所なんですが、いい今日そのライブハウスに久しぶりに行ってトイレに入ったら、うん、矢作大好き、うん矢作さん愛してんぜ、嫁、もらわないでくんろ、おぎっぷるぎすわろた、直太郎最近出ないね、笑い、などなど、たくさんおぎやはぎへの愛の言葉が書いてあり驚きました。そのライブハウスは老舗で、XJAPAN や、うん、ルナシーがインディーズ時代に出ていたライブハウスです。つまり客数は40代から50代。ですので、ぜひ、熟女まで幅を広げて女性を出してください。なるほど。なるほど。そうなんだ。40、50代はでも厳しいね、ちょっとね。でもある、目黒に有名なライブハウスあるよ。目黒にあるある。ああ、そうなんだ。今でも結構並んでるよ。へえ。あ、そう。うん。そういうとこに貼ってくれたんだ。うん。聞いてる人結構いたんだね。ね本名 OK、阿波野まさる。小木さん、八木さん、工務店さん、こんばんは。うん、昨日の山ちゃんは、下ネタを言うとブースの方を見られないと言っていましたが、うん、小木さんは逆に見ているとのことで、格の違いを感じました。さすがね、そうだね。格が違うからね。さすがですよ、ね。山ちゃんとはやっぱり。そうね。ラジオネーム、はい、キャベツ坊や。今、裏のオールナイトニッポンで松岡真由さんが、おぎやはぎさん今裏でやってますけど、一生かけて恩返ししていきたいと、お二人のことを話題にしていらっしゃいました。あ、はい、あいつか、松岡かい裏。そっか、今日松岡だ。おされもんね。おされもんで。そうだ。うんああ、うん、これは戦うとは、うんうん、一生かけて恩返ししていきたい恩返しああだから、うん、よくあるもんねあの勝つことが恩返しみたいなねああなるほどそういうことでもあるのかなそれはあるわなかなかねなかなかねそうですか、はい、いいねなるほどね松岡がやってんだよそっかそっか喋り出しなのかなあいたさあ、そして募集したメール来ましたよ。はい、ラジオネーム、たりき本願寺の子。おじさん、やぎさん、かっこいいコムテンさん、こんばんは。うん、メガネビーキはこんな番組だ、ということですが、誰のどんなメールでも読んでくれる優しい番組です。芸人さんのラジオにメールを送ってみたけど、敷居が高くてちょっと遠慮しちゃう。そんな風に思ってる人は、うん、メガネビーキに送ってみるべきです。読まれるんだね。それ、そんなの？うん。結構そんな感じで、敷居低いんだ、これ。そう。結構どんなメールでも読んでくれるじゃん。低いでしょ。低い。めっちゃ低い。低いよ。あ、じゃあいいね。読まれやすいんだ。大体、聞いて楽しいじゃん。説明するとさ、向こうにメールが来るのはさ、長井がさ、はい、こっちに持ってくるね。はい、サッカー長井が、